エジプト数学とは、紀元前3000年から紀元前300年頃の古代エジプトにおいて、主にエジプト語を用いて行われた数学全般を指す。リンド数学パピルスナイル川の流域で発達した古代エジプトの王朝は実用的な数学を用いた。その知識は、考えや観択のための測量、課税のための人口調査、生産物の貯蔵と配分。 歴学、ピラミッドをはじめとする建設などに活用された。ナイル川の反乱により土地の境界を決定する必要があり、縄で測量を行う縄張り師と呼ばれる技術者が存在した。その他にも初期の階級を中心に数学が用いられた。現存する重要な資料として以下のようなものがある。この他にヘロドトスの歴史やデモクリトスの著作にも、 エジプトの測量についての記述がある。古代エジプトには、ヒエログリフ、ヒエラティック、デモティックの3種類の文字が存在した。桁は重心法であり、重の類乗数。ヒエラティックはより実用的で、符号化された奇数法の概念が見られる。ヒエラティックはヒエログリフよりも必要な文字数が少なく、またパピルスの普及もあり、ヒエラティックがヒエログリフにとって変わるようになった。 アーメスパピルスとモスクワパピルスでもヒエラティックが使われている。現存する資料には単位分数の計算が非常に多い。これは経済活動が現物で行われるため、配分のための計算が多用されたためと考えられている。食料の分配、土地の分割、製造のための配合、報酬の現物支給などに使われた。エジプト数学の分数の特徴として、 3分の1を計算するには、まず3分の2の値を出してから半分にするという操作がある。また、3分の2の他には、分子が2以上になる分数を示す記号が存在しないため、すべて単位分数の和に分解して表現された。このため、単位分数を組み合わせるための測算表が使われ、アーメスパピルスにも表が書かれている。記号代数学は存在しなかったが、 言語による、周知的な台数によって、単独方程式や連立方程式を解いた。等差級数や等比級数にも関心を示した。モスクワ数学パピルスの14番目の、問題エジプト数学の幾何学は、円の面積の近似値、角錐来の体積を求める公式、半球の表面積を求める方式などの業績を残した。角錐についての公式は、 ピラミッドの建設に用いられている。モスクワ・パピルスには、節刀体の体積を求める最古の例の一つがある。エジプト数学は、バビロニア数学とともに、ギリシア数学に影響を与えたとされる。ヘレニズム以降はギリシア語が、数学の記述言語となった。さらに、イスラーム帝国の下では、アラビア語を用いて、アラビア数学が研究された。ありがとうございます。